初心者必見NISA積立最強の日付はこれ。積立NISA、これ知らないともったいないです。NISA の積立投資を始めたいけど、いつ始めればいいのか迷っていませんか？実はNISA の積立投資を始める日によって得られる利益が大きく変わってくるんです。NISA 積立投資は毎月一定額を投資信託に積み立てることで長期的な資産形成を目指す投資方法です。しかし毎月同じ額を積み立てるだけでは得られる利益は最大化できません。実は最も安いタイミングを狙って買えるならこれに越したことはありませんね。ここで考えたいのは積み立て日です。長年の積み立てを考えると数百万も差が出てしまう可能性があるからよく聞いてね。まず良くない積み立て日なんだけど、それは1日、10日、20日、30日、31日なんだよね。この理由は多くの人たちが株式を購入しているから株が高騰しやすく高値で積み立ててしまう。さらに新NISAも始まり、より多くの人が参入しているからより高値になる可能性があるからだよね。特に月初は要注意だよね。統計データ上も月の初めの第一営業日の株価は上がっている傾向があるので、月初の高値と比べる現象にもなっているよね。ビジネスが忙しい5、10日も避けた方がいいよね。ではベストな積み立て日はというと、コメント欄に書きました。